喋りたいわけじゃないんだけど、なかなか皆さん出てこないんです。ちょっと前の話なんですけど、熊本大地震の時ね、テレビに、問題ないので仙台原発動かしてますっていう、これ毎日見てる時にちょっと変だなと思ったらね、問題がないから動かしてます。じゃあ問題があったら始末できんのか。福島は問題があったけど未だに始末できてない、そういうのを感じながらずっとテレビを見てたら、またまた変な、番組ではないんですけど、コマーシャルが、コマーシャルは日本電気事業連合、出演者は、俳優の石坂浩二、彼の表情のないコマーシャルに、ね、本当に腹が立って彼に手紙を書きました。背景石坂様、ちょっとこの前に選挙が始まってからこのコマーシャルあんまり流れなくなったんですよね。それも不思議の一つです。続けます。あなたは最近テレビで政府のエネルギー政策を全面的に後押しする CM に、CM をやっていますが、エネルギーバランスに原発が本当に必要だと思っているのでしょうか。安全性最優先が大前提と言っていますが、福島の現状をどう考えているのですか。事故後5年が過ぎ、生まれ育ったふるさとにも帰れず、なりわいもままならず、日々暮らしている人たちが大勢います。また原発事故そのものがなかったかのような政府の避難指示解除、補償打ち切り、避難指示解除で自分のふるさとには何があるか、トレコンバックが望みになっているところでどうやって暮らせというのか。石坂さん、福島には何回行ってきましたか。帰れない避難者、何を話したことがありますか。まだ原発エネルギーが必要だと思っていますか。以上。ね、石坂浩二さんもね、ファンレターが来たと思って開けたら、あんなの入ってたらかなり効いてるでしょうね。いいですよね、本当、思い立ったらすぐそうやって行動にね、移してくださること、すごく大事です。